2019年にメジャーデビューを果たした東京ニューミクスチャーバンド、彼らの次なるステップとして話題を呼んだデジタル配信曲、白日のメガボルトを解説いたします。2019年初頭にセカンドフルアルバム、神秘で華々しくメジャーデビューを飾った金。傑作を世に放った彼らがその後たった1ヶ月で、さらなる新曲を生み出しました。その曲こそが、本作、白日、デジタル配信限定で発表された、この曲は、バンド初のドラマ主題歌に決定。新進気鋭のメジャーバンドの大躍進に、巷では、大きな話題を呼びました。今作のタイトルとなる、単語の意味を聞かれてもいまいちピンとこない。という方も多いかと思います。辞書によれば、照り輝く太陽、昼間。白昼という意味合いとのこと。また、白日のもとに晒すという言葉であれば、聞き覚えのある方も多いことかと。この言葉の意味としては、隠されていた物事を世間に公開するというもの。主題歌となったドラマ。イノセンス冤罪弁護士の内容とも通じるものがありますね。様々な冤罪を科学的捜査で解き明かす中で揺れ動く人間の心模様を描く。イノセンス冤罪弁護士はそんなあらすじのヒューマンドラマとなっています。主演の弁護士役を熱演したのは坂口、川口春奈や藤木直人などの豪華な俳優陣が勢揃いしたことでも注目を浴びました。多くの人を惑わし、傷つけ、時として誰も救われることのない虚しい結末をもたらす冤罪。そんな中でも一筋の希望を乱すために、冤罪と戦い続ける人々を描いた今作。変えられない過去とともに、これからの人生をどう生きていかなければいけないのか。ドラマを多くの人に通じる問いを投げかける作品となっています。本作、白日を歌い上げる中での思い。キングヌーは、下記の記事でコメントしていました。キングヌーが、初のドラマ主題、坂口健太郎主演、イノセンス冤罪弁護士に書き下ろし、コメントありから、音楽ナタリー・キングヌーが1月19日土曜日にスタートする日本テレビ系ドラマイノセンス冤罪弁護士の主題歌を担当することが発表された。こちらには今回のドラマにキングヌーの楽曲を抜擢した経緯も記されています。ぜひ一度読んでみ、楽曲リリースから約1週間後に公開された本楽曲のメガボルトがこちら。映像ディレクターを務めたのはオスリン。キングヌーのメンバー常田が率いるクリエイティブチームプリマトロンの一員。同じく彼らの楽曲プレイヤー X の映像ディレクターを務めたことでも知られて。今回の映像で追求したのはオスリン曰くシンプルさとのこと。メガボルト本人からのコメント付きの記事が公開されていました。キング。ドラマ、イノセンス冤罪弁護士主題歌メガボルト公開。動画ありから、音楽ナタリー・キングヌーの新曲、白日のミュージックビデオが、YouTube で簡潔で読みやすい記事となっていますので、こちらも合わせてどうぞ。キングヌー10